安倍川城到着しました。この向かいに見えるのが今降りてきた早知根県外峰。尖った山で確かに剣みたいな山のイメージがあります。この安倍川城はもう完璧にもう岩で覆われた山であり、至る所にやっぱり岩穴が見えますんで、安倍の貞塔が隠れたという伝説が生じるのも仕方ないと思います。